バーシバル！よく私の魔力から仲間たちを守りきったものだ。確かにこのまま成長を続ければ厄介な存在になることは明白。答えろイロンシッド。なんでお前はジージを殺したんだ。あの男が万が一にも黙示録の四騎士である可能性を考慮すれば当然の判断だ。それがジージを殺した理由なのか。奴はこの私から大事なものを奪い逃亡したのだ。それだけで十分死に値する。今よ棺は。今すぐ儀式をやめろ。それが親への態度なのか。バーシバル、やめなさい。自分の子供に悪魔。黙れ小娘。次は剣を折るだけでは済まないぞ。今日はいい夜だ。この儀式が完成するとき、我らの目下の障害であるリオネスは確実に崩壊し、そして貴様を始末することで黙示録の四騎士が全員揃うことはなくなるだろう。